はい、今回はですね、旅行関連グッズを買いましたので、そちらの紹介をしたいと思います。まずはですね、これ、まあ、僕使ってるんですけどね、マジックバンド結束テープでございます。でね、今こちらもね使ったやつですけども、まあ要はこれはですね、ここにマジックテープになってるね。でこれを使いたい分だけ切って、このようにケーブル類をまとめるという感じで使っております。でね、何がこれいいっていうのはね、要はマジックテープなんで、取り外しとかつけるのがねとっても楽なんですよ、うん、だってこうやってねこう巻いて、これでほら、ね、結束できますから、これはね結構旅行の時便利ね。いろいろねケーブル類とか、ね、持ってくんだね、うん、で何ですか、針金みたいなのあるじゃないですか、でこうやってクックックッと、それだとねめんどくさいんですよ。なのでこのマジックバンドのね結束テープを使っています。あとはですね、テレビの裏とかビデオの配線とかね、いろいろアンテナ線とかいろいろあると思うんですけども、それもこういうね結束バンドテープで使うととても便利なんじゃないかなというふうに思います。あとですね、もう一つ買ったものはですね、こちらですね、旅行カバンでございます。ね、まあこれはね普通の、まあ普通のっていうか折りたたみのね旅行カバンということで、まあ持ち運びに便利と。で何が便利かっていうと、ちょっと開いてみようか。まずねバッグの大きさ、これがね32リットル入ります。結構ねだからね入るんですよ。で、機内持ち込みも OK の大きさ、色はですね、4色ありまして、詳しくはね下の概要欄の方に書いておきますけども、はい、こんな感じでございます。で後ろの感じ、あとはこのね取っ手のところ、ここのね長さもねまあ変えれますし、あとはですね何がこう旅行にいいかっていうと、この正面のこのオレンジのところありますね、オレンジのところ、ここがですねこのように、こんな感じでね、抜けてまして、ここに要は旅行スーツケース、スーツケースのこの持つところね、持つところがここに入るとということで、スーツケースと一緒に持ち運びができるのでとても便利じゃないかなというふうに思って買いました。買ったのはね、まあいいんですけども、要はね これと同じ感じはね2種類あるんですよ。本当ね同じデザインっていうかね、見た感じわかんないようなデザインでね、片方は、まあ、4000円ぐらいするんですけども、これがですね2000円以下で買えたと。でまあずいぶん安いなと思ってね、すぐこうポチっちゃったんですけども、届いてから思ったんですが、これ偽物じゃねえかなっていう、このバッグとあとこのねスーツケースにつけるネームのタグですか、これもねまあ、おまけについてたんですけども、このねタグの入ってるね袋がですね、ちょっと見てください、これわかるかな、要はね印刷がね寄ってるんですよ。これね普通こんなに寄らねえだろうと思うんですけども、どうなんでしょう、なんかね匂うな。あとねちょっとこのここら辺にねなんかこう中国語風みたいなね、文字が書いてますからね。確かねこのねデザインってね、韓国のなんかそのデザイン会社だったような気もするんですけども、なんかがっつりここに中国語が書いてるんでね、多分まあいいですよ。概要欄の方にはね一応ね2つリンクをね載せておくんで、それぞれね判断してください。多分ね偽物じゃねえかな。まあでもねまあデザイン的にも容量的にもいいですし、まあ仮にね
1回で壊れても、まあ、とりあえずいいかなと思いますんで、とりあえずこれ使います。でね、使った感想を忘れなければね、またねこのチャンネルで、使った感想を、ね、紹介したいと思いますけども、まあ一番はねこの大きい容量とここにねスーツケースの取っ手が入るんで、とてもね持ち運び、まあ、使いやすいんじゃないかなと思って、買いました。はい、ね、こういうふうに畳んでこれをねここをねこうグニュって裏返すよね、うん、こういうのってねすぐねチャックが壊れるんだよな。うん、まあまあまあいいんじゃないでしょうか。どうでしょうこれね。まあとりあえず使ってみます。ということでですね、今回紹介した商品、マジックバンド結束テープとこちら、ちょっと怪しい旅行バッグでした。